ビラルーフォロの庭園ビラルーフォーロの庭園ラベロ音楽祭はイタリアのアマルフィ海岸にあるラベロで毎年夏に行われる音楽祭。ラベロにあるビラルーフォロでは1880年にリヒャルト・ワーグナーが滞在し美しい風景からパルジファルのクリングゾルの庭の音楽の着想を得た。それにちなんで1953年から毎年ワーグナー音楽祭が開かれるようになった。 現在でも、ワーグナーの作品の上演が大きな比重を占めるが、それ以外のオーケストラや室内楽のコンサートも行われる。これまでに、シュターツカペレ・ドレスデン、ロイヤル・フィル・ハーモニー還元楽団、ロンドン公共楽団、マリーン・スキー劇場還元楽団、ライプチヒゲバント・ハウス還元楽団、ライ国立公共楽団、フランス国立還元楽団、ミュンヘン・フィル・ハーモニー還元楽団、 サンクトペテルブルクフィルハーモニー交響楽団、フィレンツェ5月音楽祭還元楽団などが登場している。2003年からライトモチーフと言われるモットを設定している。2010年にはオスカー・ニーマイヤー会館が完成した。ありがとうございます。